誓いは永遠に、いざ尋常に。こんにちは、今回この永遠の決闘者モルディガイを採用した、マスター隊で50連勝を達成いたしました、デッキを紹介していこうかなと思います。今ネクロマンサーがすごい不遇な状況、状況ね、にあるんですが、今ネクロマンサーがプロが本当にもうシャドーバース歴100年を、まあ、今到達したプロの専門家が、まあ、考えた構築 100% のデッキ、まあ、ちょっとなんか私がまあしたわけじゃないですけど、まあ、ちょっとなんか宗教勧誘みたいな、ね、感じになってるんですけど、本当に、この道100年をね歩んできた本当にもう匠ですよ。匠の技ね、それがなんか発揮される、デッキなんですよね。で何がすごいかっていうと、今流行ってる聖獅子ビショップをこの四天使の剣をポッコリと使うだけで破壊できちゃうんですよね。で、まあ、視点者それでカバーできると。で、ドラゴンに関しても、モルディカイの威圧で、もうほとんど終わっちゃいます。ゾーイが出される前にモルディカイの方が終わっちゃうんで、で、モルディカイ出してからもう10ターン目、この新しいネクロマンサーのレジェンドカードのフェリーで終わらすこともできますし、まあ、5択はいいわ。とりあえず、ちょっと実戦にね、行きたいなと思います。さあ始まりました。で今回の動画から YouTube で今回の動画からいろいろちょっとね、違和感があると思うんですけども、ちょっとね、こんな感じでいきたいなと思います。でここなんですが、相手が、ネメシスなんで、このデッキのやっぱ盲点のところはモルディカイを引けるか引けないか、もうそこにかかってるんですね。なので、ビショップとかで相手でなければ、こう悠長な ネメシスたるのモルディカイを引いていく。ちなみになんか前回のデッキに純真の歌いで入れまで、前回のデッキとね大幅に変更したんで、なんかドローソースがねやっぱこうリアニメイトするっていう、じゃ早走するっていう効果が墓地へ行ってしまうんで、てかこいつ結構可愛いな。あとで監禁。おー、いいね。いいね。よろしくな。よろしくな。兄、私の無知が欲しいのか、私の皮が欲しいのか。さあ、ハーメルン。おす、主は与えん。いいな。てか、なんか、やっぱ課金するカードなだけあるな。ただ、ここは陰鬱な就労防衛士で。誓いは永遠に。誓いは永遠に。いざ、尋常に。勝負はここからだ、反撃。だからこのネクロマンサーの弱点、やっぱ回復できないっていうのかな、弱点なんですけど、まあ今の環境やっぱ回復するっていうカードがあんまないんですよね、環境的にね。さあジルはを、それ強い。散骨でなんかジルはなんかもう散骨でスペルとして使った方が強いってよく言われてますね。まあこれ強いな、マジで。突進持って本当にエグいことしてくるわ。アンドレアウソの一応でここは、もうこれ以上ダメージをね食らっちゃやばいんで、フランで盤面を処理していく、そんな感じか。フランで、でこいつで1枚のカードで2枚ネクロマンスを得ることができるんですね。なおかつ確定除去みたいなもんです、最初の序盤であれば。さあこの盤面、これ最強ですね。もう最強、もう100連勝。新しい技術、見せてやがい。てか4コス4差で強いのに、なんでアミレット出すの、強すぎやろ。アンドレアルフスじゃ盤面が取れないんで、先ほど破壊された陰鬱な修道場をまあデッキから加えるしかここはないですよね、ぶっちゃけ。骨抜きにしてあげるわ。できればアンドレアルフスを進化して、まあドロスを確保していきたいんで、そんな余裕はないんで。さあ3点がいく。あ、ネクロマンス回復があったわ、普通に。ペーペロ。回復があったわ。だからもうケリドウェンで、モルディガーは、発動して終わりなんで、ぶっちゃけ。てか、このか、こいつめっちゃいいな。このリーダースキンは勝っていいと思うぞ。結構、まあ、ストライクゾーンにヒットする。こうだ、悔しい。お迎えが来たようね。何にこさで送るか。っていうかこのロボミ発動発信指令強くねえか。さあ視点石を使っていく。なるほど、やっぱお互いに天候をしっかり考えていけるやんやね。ここ純真、破壊できないもんね、純真で。バンでニコスを引いていく。なおかつ
まあ進化使わない、次のターンにケリドへ進化で学ぶっていく、まあそれがまあ濃いでしょうね。で誓いは永遠に、いざ尋常に、勝負はここからだ、切り裂く。さあ、いやネメシスも今強いな。てかまさかこのロミ発進、ロミとかなんかそのつぼみとかさ、さくらんぼか知らんけどさ、チューリップのさ、なんか子孫みたいな名前してるやつがさ、なんかかかってくるんですよこれで。5コス55てか3コスで5コス55出てくるって強すぎじゃないこのカード。4コス43だけでも強いのにさ、55死後が出るっていうのがちょっとなんとなく、あーなるほどね。まあ操り人形、四軸の中ロボミとか入れた域ですよね。まあこうやってなんか操り人形がね、しっかりなんか活躍してくれる環境ができてきたっていうのは全然悪くないんですけど、毎ターン行ってくるわけで確定術。なるほどね。ただ攻撃時なんで、次のターン純真相打ちでもうケリドに出してしまう、それでいいのかなと思います。まあいざとなれば6コスの天使天使の剣で確定受験もできますし、ただ潜伏シルバーが一番怖いんですよねここがね。さあ、ここは間違いなくケリドウェイ、誓いは永遠に、私はここまで危険道に近づく、勝負はここからだ。さあ、お、いいね、本気本気本気。さあ7コスはどう来るか。ロボミ発進します。ロボミ発進指令、これ小賢しいな。これエッグトマト超える、超えそうやな。あ毎回超えとるけども、はい。さあ7コスは、いやジルはいいな。ジルのスリーブもすごいいいと思うわ。あまあ、今回のグラボル、グラブ、できる限り操り人形を加えていくという魂胆が。だが、てかネクロマンスは一つ、まあ、盲点がもう一つあって、欠点がもう一つあって、その、全体を一気に除去するカードっていうのがないんですよね。なので、その、リアニメイトを駆使してモルディカイの突進で殴っていくぐらいしかできないんですよね。で、確定時期のカードも走者を開始します。小賢しいね、なかなか面白いな。このまま行きなさい。しかもこれモルディカイが相打ちになってしまうからな。誓いは永遠に、いざ尋常に、勝負はここからだ。だがここは、モルディカイを出しますか、ここでね。出すのか、まあ、出すしかないよな、ここ普通に。誓いは永遠に、あなたには目指す。誓いは永遠に、いざ尋常に、勝負はこ切り裂く。でここなんですけど、相打ちして進化してもう一回突進を持たせる、いやそれはないから、相打ちをするのがもったいないという考え方で、こうフェリーを一旦破壊するのが強いかな、どちらかというと。難しいね、これフェリー相打ちで。状況の時間だな。モルディカイ相打ちはちょっともったいないですね。この脇毛が見えないのにな、しっかり脱毛してるっていうのは、後で私が取ってあげる。さあ、ただな、あの消滅させるカードが本当にモルディカイは怖くて、そこなんですよね。結局誓いは結局ラストワード持ってても、この子もあなた。しかもこれあれやな、まずいな。これ何がまずいかっていうと、ハチコスレジェンドのあれがね、あやつ人形のあれが怖いんですよね。ただ愛車が10点を 見据えることもできるし、まず回復するかな。ここはもうレディーグレーがいらないんで、捨てますよ。で何か引く、骨抜きにして、骨抜きにして。プランは悪くないな、プランは悪くないな。エンハンスなら使うカードではあるんですが、まあここはそやな、純真を使ってしまうのもありやな。純真、いや四天使を残したいかな。まあ純真からいきます。万人に行くていざないの心よ、誓いは永遠に、いざ尋常に。でこいつがな、ぶっちゃけいらなすぎるんですけどね。まあでも顔を狙って四天使を残すかどうかっていうところですよね。ここの盤面は四天使を使うのか使わないのか、もしくは進化で取っちゃうのかっていうところなんですが、ネメシス、まあ進化でも取っといた方がいいかな、ぶっちゃけ。次のターン、まあ四天使ここ取ります。でベビーでこう、でターン終了。そうやな、まあまあまあ見てください、これは。まあこっから挽回するんで、これが
50連勝達成の出来やからな、この程度に負けるほど爪がね、甘くないんで、まあ、モルディカ一体ね、まあ、変形させて、まあ、モルディカはやっぱりこの対策っていうのがかなりされてるんですよね。消滅であったり、やっぱこのモルディカは昔からこの消滅させるとか変身させるとかっていう効果にめっこう弱いんで、でもそのそういう環境でもまあ今までこう8コスレジェンドのゴールドカードのモルディカはまあ立ち向かってきたわけですから、まあまあまあ悪くはないのかなと。さあどうくる、これこれ1-3っていうのがななかなか小高しいな。ダメ、オッケーオッケーオッケー、1-3っていうのがなかなか小高しいなこれ。ただいくら操り人形を加えたところでモルディカの前では無力。誓いは永遠に。まあさっき操り人形捨てることしかできないからな。でこっちは常闇とかで買い込みできるし、愛者に10点与えたりできるし、私と世界絶望で満ちる、絶望を与えて、まずい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 、絶望を与えすぎ、これまずいな、これ非常にまずい。でも これさえ突破すれば、逃がすものか、てか強くねえか今のです。おお、あーあーあああ、食らっていく。うわー、小坂しえら、アンガールズ。さあここから行くぞ、一気にな。フラン出すしかないですね、ここは。ただフラン、まあフラン行くしかないね。私を倒して、私を倒してから行ってよ。さあフランの墨汁出して、でフランの墨汁でまあ上取るんですけど、まあまずフランの呪いでこいつを取ると、まあこれ確定ですね。殺したくなっちゃう、殺してくれないで。まあ一応盤面は取れるけどちょっと苦しいっていう状況が続きそうやな、これ。まあこれも相打ちするしかない。いいけどドローがちょっと怖い。今修道所で回復もしたいし、愛者も残したい。まあモルディカイ捨てるかな。正しい限りは誓いは永遠に。いざ尋常に。これ相打ちになるっていうのがちょっとな、あまり嬉しい行動ではないね。で次のターンも2点食らってしまうんで、そこがかなり、厳しいですね、これ。さあ50連勝達成したネクロマンサーがここのところで負けてしまうのか。でこれ先ほど言ったとおり、横一面に破壊するカードっていうのはないんですよね、ネクロ。ああ小賢しいね。ただオッケーオッケーオッケー、弱い弱い弱い、オッケー。ででははい、オッケー。はいね、目がなんないに、愛者でもう あの盤面取るし、でも取ったらもう負けの気がするな。かといって常読みのお袋で銘が何枚も捨てる、いやでもそれもないな。愛者で盤面取るもないだろう。てか次のターンはもう2点食らってしまうことが確定してるから、愛者を切るしかないですね、ここ。愛者を切るしか答えがなさそうですね。もしか銘が何枚、いや愛者しかないな、ここは。私はお前に終わりをつけよう。いやだからこのネクロマンサーは盤面をこう横切れると破壊するカードがなんていうのかな、今の環境苦しいところだと思うんですよね。一つこれさえケアすれば本当に最強なんですけど、横に並べられてしまうともうどうしようもないっていうのがこのネクロマンサーの本当苦しいところですよね。もう失踪するときは自分で死ぬとか、そうやって、まあでも操り何枚もいるから結局愛者も取られてしまう。で次のターンもうモルディカ1体突進も出せるしかない。でもう横が2体以上出たら厳しい。まあそう来るよね。でまあそう来るわ。でライフ1、でもほんとシルバーがな、ほんと今強いんですよね。で横に、でもというか操り人形突進の時点やばいからな。ただ常闇のお袋を引いていく。ただもうここ常闇のお袋にかけるしかないですね。常闇2体出して回復、いやないな、それも常闇からもうこれの、うん、これもないな、これ捨てるしかない。1点回復するか。ケリドウェン引いていくがちょっと微妙ですね、これ。6で7で8で9で10だから負けですね、これ。まあケリドウェンの刹那の激薬で1枚破壊、あでも回復できるからまだワンチャンのか、これ。刹那の激薬想像したら全能に近づく、全能に近づく。ここはまだ諦めない精神を持つことが重要だ。で、こっち捨てます。でこっち捨てます。覚悟はしなくて、で1点回復任せたぞ。さあこれでまだリーサルが登録。さあここからですよね。
ジャパネット高菜みたいな感じになってますけど、別に私はジャパネット、ジャパナット高菜と、ね、高菜じゃないんですけど、さあ、こっから攻撃したとしても2点。で、相手は盤面を取るか。でも、もう相手はぶっちゃけ盤面取る必要ないんですよね、これ。操り人形でも盤面取ってしまう。もう、小賢しいことしてくんなぁ。これまずいなぁ。てかもう顔狙われたらもうやばいわ、これ。てか、そこへのお袋を狙われてもまずい。てかもう、操り人形が突進持つこと自体が厳しいって感じだなぁ。なるほどなぁ。で、操り人形2体で、盤面取るって感じかな。まあ、ここでなんか常闇が残ってくれると、まあ1点回復ワンチャン、まあないか、ないですね、これ。小賢しいね今のネメシスも。結構ネメシスが今環境刺さらないっていうのは小耳に聞いたんですけど、ちょっと小賢しいですねこれは。ネメシスあんま刺さらないって聞いたんですけどね。さあ、ここさ、どう来るか。ロココかわいいな。眠たそうな顔はいいね。ロゴのデリビアはあんま可愛くないけどさ、何の話してるんだ。さあどうする。スリーか。まあこっちこっち出たんしろ。さあ、ここまで切羽詰まって陰鬱な修道場だが、こでもバン、あーでも結局もうあれで負けなんか。まあ陰鬱でちょっとやってみるけどさ、魂てかもうこれ負けな、回復もないし。こんな力なんて嘘よ。はい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 。いやー、そのシルは強えな。場面を取れないですもんね。魂をかけたゲームを始めよう。さあ、でもネメシスか。これ一戦目の名残があるな。少ししつけをしてやろう。しつけをしてやらないと。準備はできている。さあ、モルディカ引いていく。これ絶妙なカードやな。一番いい手札だと思うわ。変える要素が全くない。これは勝ちたいな。誓いは永遠に。いざ尋常、勝負はここからだ。ユーチューバー。さあ、普段の牧場、これもうなんかどんなカードも対応できるな。特に普段の怪物少女。あ、オッケー、弱い。まあネミシスでシルバーとか散骨出されたから強いよ、ぶっちゃけ。強いと思う今。てか進化圏使えたから、ここはフェリーの方がいいかな。ニコス22としてフェリー、ここはフェリーの方が多分強いですね、ぶっちゃけ。フェリーいきます。調教の時間だな。レディーブレイは4コス4ターン目で進化をして使う、まあ多分それの方が強いと思います、個人的に。個人的に言うと多分そっちの方が強いですね、間違いなく。さあ、てかネクロマーサーってこっちの女キャラ多いよな、診断のカード。フェリーもグレイもフランもな、診断出たカード女ばっかりじゃんかみたいな、そんな感じになってるけど。さあ、シルは、ジジイ出てきたの。ジジイ強い。しかも相打ち取らないだと。ああ、そうか、そういうことか。やることはわかるぞ。 やろうとしてることはわかる。ただこのフランの牧場でフランの呪いわかるけど、多分光線時の効果を得ようとした。甘い。このデッキにそんな考え方は悠長なんだよ。笑える死に様だ。武器なんて嫌なのがあるんだ。勇者やねー。さあ、ナダイさん当てると、まあ、ここはもう四天使プラス、グレー、まあ、非常にいいね、盤面が切れてるなと思います。ここで蘇らせて3点回復。これがネメシスに刺さるんですよね。おいでなさい。調教の時間だな。武器な効果がね。でもちろん回復が刺さらない。さあ、まあ、指定値をする気はもうネメシス相手だと使っていいです。6コスで使うことっていうのはほぼないと思うんで、まあ、ネメシスはまあこの低コストのカードばっかなしくて、で、まあ、ね、で、いいかもしれない。ははは、言うちゃいな。で、フランに関してもこのデッキであれば7ターン目に、しっかりとネクロマンス6を発動する構築になってるんでね、安心してプレイしてもらえばいいかなと思います。ここはこれでいきます。誓いは永遠に。いざ尋常に。誓いは永遠に。ここからだ。で、回復しにしてあげる。こいつで、お遊びはここまでだ。まあ、レディーブレイクるとありがたいかな。回復なんで。素敵な骨格で。で、レディーブレイのプレミアを持ってる方は、フェリーのレジェンドカードのプレミアを墓地から、呼ぶことできるんですね。これがまたグッドエンドなんですよ。グッドエンド。もう勝ち目ないのにやる必要ないだろうね。お迎えが来たよ。終わりという2文字が見えているんだ。アナライザーディオット、アナライザーディオット、
弟子出すものか。ただネメシスは本当になんていうんだろう、こういう立ち回りになっても挽回してくるから全然まだ分かんないですね。これさあ視点者、まあ、ここも行きます。次のターンからモディカイ、モディカイさん出してしまえばもう勝ちなんで、電脳に近づいていきます。でケリドエンは終盤なんでも腐らないから断念準備しようともできるし、こいつ自体も早速の能力は持ってるんで、もちろんバカね。でポイントなんですけど、ラストアドのカードじゃなくてハーメルの方を使いに行く。続く。じゃあケリドエンの間破壊するのかってところですよね。まあ非常にやっぱ構築のレベルも高いですし、負ける要素としてもない。スピネね、もちろん盤面を処理していく。おっと、ああなるほどね、なるほどなるほど。だが次のターンフランの牧獣が出せる、まあ、ここからがネクロマンサーの 本号ですよね。本望ですよね。まあ森に回出すもありですけどね。ここは視界は永遠に、いざ尋常。いや森に回いいな、ここ森に回プラス、もしかしたら使っちゃいます。ここ見ないんだよこのカードは。一応スタート切り裂く切り裂く。まあスピネのやっぱ短所は体力は5点っていう、4点っていうのはすぐ破壊されて、5点っていうのは結構取りづらいんですよね、このゲーム。でもロモミン緊急出動だ。らしいだ。だから無駄だ、モルディカイの前では無駄だ。いくら頑張ろうとそれは無駄なんだ。さあそれを見せてやるとするか。フランの牧獣、私を倒して、私を倒してからして。さあフランの牧獣でゴーゴーを、でフランの呪いでしっかり盤面を相打ちさせていくと。まあ本当に怪物少女って言われてるけど、自分を犠牲にしても相手の盤面取る、まさにネクロマンサーらしい女の子ですよね。さあちょっと寒いな、ね、君よ。はい勝ちました。魂が溢れているわ、そんな力なんて嘘よ。さあ京都の土産みたいな名前してるやつが当たっていく。さあ視界は永遠に、これモルディカイ引けば、ただ今エルフも結構強いって言われてて、同じや同じや思て。ただ銘がならないと白の宴、まあ悪くないな。ただ先行で2コスのカードもないし、1コスまあ結構エルフに対して2コスの、13のドレインを持ってるカードが刺さるんですけど、普段引いていく、まあ3コスが来るのはまだありがたいですね。さあエルフはどう来るのか。相手のポイントは2500しかないやん、こんなん買ったわ。でこれスカルリングのラストワードが発動しないんで、多分フランから、行った方が強いですね。ここは来い来い、始めるぞ勇気ないな。ただここはフランで相打ちをね、取るっていう動きができるじゃん。 でああもう一旦遅いんですわブス。あフランの怪物、私を殺して。もちろん使っていく。でこれ13が結構エルフめんどくさいんで取ってしまう。で1枚のカードで2枚、取れる。これがやっぱこのね、フランの、何フランの怪物少女とか言われてるけど、かわいそうやな。私がめでてあげるよ。こうだよ。でそれを銘がなんないにしっかりと取っていく。これがやっぱリアニメイトネクロマンサー。しかも、モルディカイはもう墓地っていいカードなんで、墓地に行った方がありがたいカードやから、もう、今のはメリットしかない。破壊できてさらにモルディカイを捨てていく、これはもうメリットしかないんで。これが今現環境最強の50連勝を達成したと言われる、史上最強、そして現環境最強、使い心地 100% の、トイロットペーパーですよね。天人でもこれ4センチかドローできるのって楽しいな。しかも4コスやな。レディーグレーでもちょっと取れないっていうのがあるし、2コストのカードが何も来て、何も出せないですね。となると4-3が取れないという動きになるわけですよ。これでそうなるとちょっと厳しいですねこれ。まあこれ進化使うのはさすがに悠長なんで、まあ何もできないですね。まあ顔来ても5点しか入らないしな。まあ次のターンちょっともう四天使の剣で追い返すしかないですね。結構やっぱ強いですねこの天輪の、天品の射手、メーテラ断面取りつつさらに泥層も確保できる。で今エルフは、まあ、結構強いっていうのをお話に結構聞いたりするんで、まあかなりいい感じで、お客を迎えが来たよ。
ばなる。さあ、ちょっと封印してたんですけどね、最近このアンガールズ、アンナールズね、なんかこうあんまりこうなんかネタかなと思ってたんですけど、なんか家族の前で見てるとか、なんかそういう人がね、なんかコメント欄とか結構生放送とかでもうガチめに同じことばっかしてくんな、こいつ。しかもツインテなのに可愛くないってなんか惜しいな、惜しいわ。いや強いな、なんか茨の森っていうか取る必要あんのかそれ。まあまあ圧力になるけど、なんだろうな、なんかマンモスかなんか決めようとしてんのかな。ワック What's the happening? What's the happening now? What's the happen now? What's the match man? トメトーナーズエクトマト、そんなまずいぞこれ。次のターンして、まあ5点入っていく。ただ高戦時だからこれはドローできない。これある意味メータラの可能性を下げるという意味では良かったわ。でもどちらにせよ9枚手札あるからな、うちが相手にとっては不足がないというか、逆になんかありがたいみたいな感じになってるのかな。ありがとうのついでにたい焼きを買うとありがたいみたいな、そんな感じのなんか雰囲気を醸し出してますよね。ちょっと何言ってるか分かんないですね。さあロッコスはどう来るか。まあ資料のだけさえ出せれば誓いは永遠に、いざ尋常に。これもしかするとコルワのデッキのある可能性は高いな。6ターン目でコルワを出して、でゴリラもうせーきーしーだー。まあネクロマンサルを取れないという動きにしてみんな考えたってことやな。これコルワ出せるとまずいな。11点まずしないと大きな。フランの墨汁はありがたい、ありがたい。墨汁の効果が、54突進になるんですよね、これがね。なのでフランこれありがたい。さすが私のペットだな、オンナールズ山根のペットやわ。あもしあまだ、あ、こうやって取るしかないか。取っちゃうでしょここ、取っちゃうでしょここ。いや待てよ、これ54で殴る必要あんのか。殴る必要ないなこれ。要はフランの墨汁でこれを取るじゃないですか、もちろん。で、あの回復する、あの死んだけんこちゃん、あ、ま、お仕置きだ、ごめん、おいでなさ、素敵な子しかね。あ、でもこれありがたいな、悪いわマジで。まあでもまあまあプレミしても勝つ。これ負けたら本当にもうシャドバイ見るわ。これ本当にもう宣言する。この試合で負けたらシャドバイ絶対引退するわ。これもう男に二言はないぞ。シャドバイ引退する。あのこんなプレミしたも絶対し、うん、これも絶対シャドバイ引退するわ。ミトを大事にしてくれますか。人生としてだね。はい、もう終わりね。よく頑張った方だと思うよ。すべて終わりにしてやるよじゃあ。資料の宴いきます。こんな力なんて嘘よ。誓いは永遠に、誓いは永遠に、心情に、切り裂く、削除、削除、削除、死は神聖なはずなのに、神聖なものなんだ。うざいんで、まあ、失踪手札加えられるのもめんどくさいから、こっちを戻るわ。ミニセクトキングで盤面取ってくるのはもうどうでもいいから、盤面手札に戻して取ってくるのも取ってこもうみたいな、もうモルディカイの相手する時点で負けやから、多分顔ばっか狙ってくると思うんですよね。ただ最初のあのゴールドカード、名前忘れたけど、あの、春林やったっけ、春麗か知らんけど、カード、あ、こいつね。天品のメーテラ、このカードの効果によって手札が存分にあるんで、出しても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 洗濯機が回るように、服装が回転していくとね、まあ、そんな感じなんですよねこれ。さあただ相手はインスピレーションが湧いてきたよ。結構顔きそうやな、ワンちゃん、ワンちゃん顔きそうやな。さあ来るよなこれ。ここコルガでもリーサル見せるっていうコンタが丸見えの感じやな。でもこっちも次のターンからもう顔いくし、で先行取ってるんで、あの、そう、それ体力上げる意味ある、モルディカイでっていうか、あの指定士の剣あるかな。はい、まあ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 いいでしょう。面白いことしてくるじゃないか。そこだ、フランの墨汁引いていく。ただここはフランの墨汁の方が強いですね、間違いなく。ここもフランでいきます。怪物少女フランを圧倒、誓いは永遠に、尋常に、これ
切り裂く。あ、そうか、確定条件だから同じミスを理解していった。もうどうしよう、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 どう